あっしょ、捕まったいい球ですよ。飛べー、すごくない？ライン上行った223 めっちゃ飛んだ。やばあ、すごいな、ゆかちゃん行きました。最大飛距離じゃない？皆さんこんにちは、ゴルフ夫婦のゆかです。ゴルフ夫婦のゆうたです。はい、ということでですね、今日はですね、はい、じゃじゃん、ドライバーのシャフト、バシレウスですね。シダ動画です。はい、これね、40g 台の S、 はい、初挑戦です。 40g ってあんま見んよな。あんま見ないよね。うん、なんかシダした時に、うん、すごい 40g 台振りやすいなと思って、うん、40g 台の S をチョイスしました。はい、でもちろんシャフトはヘッドですね、こちら。あ、ヘッドこちらです。 G425 の LST 10.5 度です。はい、ちょっとね、こちらで打っていきたいと思います。ゆかちゃんがヘッドスピードが40前後か。そうですね、38、39ぐらいですね。まあ、あの計測器によってまた違うんでね、まあ、だいたい目安で考えてください。はい、で僕も後でちょっと打とうかなと思います。はい、で46ぐらいですね、僕が。やっぱ 40g 台なのちょっと軽いですね。なんかバシレウスってその重量帯の幅も多いし、でカラーバリエーションもあるし、でキックポイントもかなり充実してるんで、まあ概要欄あるんで、はい、興味ある方は見てみてください。はい、はい、では行ってみよう。行ってみよう。では参る。いざ。ナイスショー。あ、弾道を出すの忘れてた。おお、めっちゃ飛んだ。218ヤード。忘れてた。あ、出ましたね。39ヘッドスピードで、ボール初速が57。今結構ね、当たった。うん、でバックスピンが2700なんでいいぐらいですね。打ち出し角度 13.3。 わあ、いい球やな。超えろ。おお、力強いな。あ、変わらん。うん、飛ぶわ。いいですね。なんか実際本当にこれぐらい飛んでくれたら嬉しいんだけどな。うん、やっぱ練習場と現場は違うからな。ね。うん、引っ掛けてもあの程度。おう、わ、すごい。惜しい。飛ぶな。でも平均して飛んどる。キャリーが200いってるもんね。うん、多分 40g 台だから、うん、50g 台よりヘッドスピードが出るんかも、ゆかちゃんの場合は。あ、なるほどな。うん、なんかもうちょっとで40。見た感じ早く触れてる。おー、ナイスショー。これはいったよ。いった、手応えあり。あ、そうでも、あ、おお、220はなかなか見ないんでね。行きましたね。うん、急に飛距離アップした。やっぱ 40g もいいな。うん、いいね。222ヤード行ってほしい。222。おお、これいい球。いけ。お、飛んだ。あ、すげえ。あと2ヤード。でこのあとね、僕があのトライファスさんのバシレウスベータ2を打つんで、うんうん、はい、まあ、このあと動画出すんですけど、そちらも比較で、まあ、見てもらいたいですね。ちょっと振りますよ。うん、振った。球高い。あー、ちょっとロスしたかな。まあ、いけ。あー、あー、惜しい。ヘッドスピードがな、41ぐらいいったら面白いけどな。そうなんや、41いってほしいな。でも打ち出し角度15度なんで理想ですね。ね。うん、
いる。力入った。力入った。やっぱ曲がるな。力入った。今何割ぐらいで打ったん？え、今10割。あ、10割。10割。普段は何割なの？7割ぐらい。あ、やっぱそこだろうな。10割、7割、9割ぐらいがいいの？うん、どれぐらいか分からんけど。ああ、まだヒールだ。これ意外といっとんじゃない？でもいけー。ああ、でも平均していくな。いくね。ヘッドスピードがいいな。ね、うん、安定しとる。やっぱり振りすぎると良くないんだな、私は。まあ、それはあるかもな。よいしょ、捕まった。いい球ですよ。飛べー。すごくない？ライン上。おー、いった。223。めっちゃ飛んだ。やばー。あ、やっぱりヘッドスピード 40.2 の。あー、そういうことか。ボールスピードが1上がったんで。いや、すごいわ。めちゃくちゃまっすぐな球じゃなかった？うん、だってサイドスピン71で。すごっ。ほぼまっすぐ。ちょっとダメだ、振り遅れた。失敗。うん、でも面白いな、そうやって振ってくれた方が、最大飛距離を見れるんで。でも200なの。いいですね、バシレアス。いいね。うん、いいんじゃない？いけー。おー、もうちょい。おー、なんかフェードで飛ぶっていうのがいいよな。ね、それバシレウスのなんてやつ？これはね、トライレジーロ。うん、そうですね、トライレジーロ。はい、なんか結構あるよな、種類が。そう、トライレジーロ。ラスト1球ぐらいしましょうか。うん、でこの後僕がちょっと打ってみようか。はい、いるか。いけいけ。おお、でも飛んどる。もうちょい。おお、いきました。飛ぶな。いきました。すごいな、ゆかちゃん。いきました。最大飛距離じゃない？ありがとうございます。ジアッタスの時なあ、うん、まあ、動画出てるんで見てもらいたいけど。やば、飛んどるよな。 やってやりましたよ。じゃあ僕が。でも意外としっかりしとるな。うん、バックルした感じ。かなり柔らかいと思う。振った時にどうかだよな。おお、めっちゃ飛んどるわ。え？やば。めちゃくちゃ飛んでない？やば。え、割としっかりしとる。あ、そう。うん、全然振れる。なんか40の S だから僕 R ぐらいの感覚かなと思ったけど、意外としっかりしてて振りやすい。めっちゃいいやん。めっちゃまっすぐじゃん、うん、これいったんじゃ。お、あ、並んでるね。全く一緒。やば。わ、すごいな。すごいやん。ヘッドスピードも出るし、初速も出るし、で、打ち出し角が 15.6。 めちゃくちゃいい感じですね。で、サイドスピンもゼロなんで、ほぼで、バックスピン2700。めちゃくちゃいい数値。めっちゃ綺麗な球。これいいな。ナイスショー。完璧です。すげえ安定しとる。飛んだで、これ。お、めちゃくちゃ打ちやすいんだけど。ナイスショー。え、僕この後ちょっと撮るベータ2、まあ、今から撮るんだけど、これ比較対象として面白いよな。めっちゃいいと思うよ、これ。ちょっとラスト、うん、なんか 40S っていう感じがせん。あ、そう。うん、
ちょっと右、ちょっと振ったら吹けるな、柔らかいからね。うん、でもけど飛んどるな、いい感じ。でもこう右にピューッとペラペラじゃなくて、うんうんうん、気持ち捕まった右ペラ、確かに。だからめちゃくちゃいい、すごいわこれ、いい感じです。うん、はい、ということで打ち終わりました。はい、はい、バシレウストライレジーロですね。はい、 40gS、はい、なんですが意外としっかりしてる感じで、めちゃくちゃしっかりしてた、ね。まあ、やっぱり 40g なんで軽いんですけど、うん、こうヘッドスピードも上がったり、うん、なんか結構前に行くなっていう感じがあったのでとてもいいなと思います。めちゃくちゃ良かったです。僕初めて打ったんだけど、ゆめたくんはめっちゃ良かったね。ほぼ真っ直ぐ、ね、左にも捕まらんし右にも吹けんし、うん、ちゃんと捕まった球で、ね、飛ぶからいい感じやね。びっくりした、めちゃくちゃいい感じです。これ食わず嫌い、食わず嫌いって怖いな。うん、なんか 40S って僕は絶対柔らかいだろうなと思って今まで打たんかったけど、うんうんうん、打ってみたらめちゃくちゃいい。そう、結構ね振りやすいんで、うん、ありかなと思います。はい、なんで皆さんもねぜひ打ってみてほしいなと思いますね。なんかあのラインナップが豊富なんでバシレウスさんは、うん、そうそう、あの AB マップとかその特許取られたやつで、うん、結構研究いろいろされてるので、今こんなシャフト使ってますとか言ったら試打会とかでなんかこう適正なものを出してくれて、うん、いいのが出てくると思います。なんか試打会行きたくなったな。うん、行きたいよね、試打会行きたい、マジで行きたい。なんか今ねいろんな各地でされてるみたいなんで、うん、そんなもホームページ載っとんかな、載ってると思う、とかインスタグラムとかで多分告知されてるんじゃないんですかね。インスタもやっとったな。うん、だから、ね、ちょっと貼ってみようか。そうだね、はい、結構良かったな。うん、びっくりした。はい、ということでこの動画がいいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。